新シーズン来たぞ。ついに来たわね。というわけで早速ガチャ引いておきますかね。一発で引いてるように見せてこれ40連ぐらいしてるのよね。ちなみに最初の10連でも星3来たけど持ってた人格でした。新人格、ワザリングハイツのウーキスだね。ワザリングハイツは聞いたことないわね。多分ストーリーで出てくるんじゃないかな。キャシーの邸宅に行くみたいだし。ちなみにスキルは何だろう。人選を付与できる人格みたいね。人選強いイメージあるけどさらに強くなるんか。
さて、せっかくなので人選パーティーで挑みますか。あ、しまった、相手の情報見る前に戦っちゃった。一度殴っておとなしくさせてからゆっくり情報見るとするか。わお、強い。あと攻撃モーションと落とす気かも。さて、混乱したし今のうちにゆっくり見ますかね。せっかくだから混乱したやつから。3つのスキルと防御持ち。振動を使ってくる感じか。振動好きなんだけどなぁ。幻想体に対して特にメリットないのが辛い。一応追加ダメージあるけど。なかなか扱いが難しいのがね。ま、破裂よりかはマシだろうが、他の奴らも全員振動でした。
デッドラビッツとの戦い。彼らは、どうやら破裂みたいね。それに攻撃レベル減少もある、的中時効果は受けたくないね。おっと、マッチもちょっと強いか。やっぱり最初の表1コインは強いわね。でもこっちは4コインだからね、最終的には勝ちやすい。いいね、相手の打撃耐性が低いおかげで簡単に混乱させれる。この布を手に巻きつけるときの音好き。
今度はバトラーがいて、確か家事使用人の中でも上位の人のことをバトラーって呼ぶんだっけ。ああ、なんか戦ったりするからバトルする人みたいな意味なのかと思ってたわ。ちなみに鎮戦か、まあバトラーウーキスが鎮戦だもんな。鎮戦と麻痺の付与、あとパニックにならないわね。精神力回復するしパニックにならないし、なかなか厄介かも。いいね、打撃耐性がない相手だと戦いやすい。ウーキスとローゲが打撃特化だもんね。ま、ちゃんと貫通や斬撃の人格もいるんで、ボス戦とかでもこの編成でなんとかなるでしょ。さあマッチには勝利したが相手の精神力高いな。おい、わーお、全部裏、てかヒース精神力思ったより低いな。なんか前回のイシュメールにもあったけど、何か見慣れないマークがついていたわね。ああ、そういう感じか。ちなみに効果としては、ターン終了時に精神力がマイナス15以上なら精神力減少、被ダメージ時に精神力減少、ターン開始時に精神力が0未満なら攻撃意欲増加。ああ、なるほど、確かにマッチ勝利してるけど精神力はマイナスになってるもんな。さて、早速とんでもない攻撃のようだが。ジョセフィーヌ、耐性は他のバトラーと一緒で打撃耐性が低いわね。ウーキスのバトラー人格の元になってるせいか似たような攻撃が多いな。鎮戦付与が基本として、攻撃レベル減少、脆弱、加算コイン弱化も付与してくるわね。デバフをたくさん付与してくるタイプか、しかも鎮戦の数多くね。そして邸宅の小玉っていう特別なデバフも付与してくると、ちなみにパニックタイプを変えてくるデバフで、パニックタイプが変わらない場合は表面確率マイナス 10% の効果ね。ちなみに囚人はパニックタイプ変わりません。強制表面確率マイナス 10% デバフってこと、絶対に受けたくないな。逆に利用して逃げるシンクレアやカサヒースを使ってもいい気がする。そういや両方育ててたな、どっちか後で使ってみるか。あとは他のバトラーと同じくパニックになったら精神力が0に、それに囚人側よりも速度が速いとマッチ威力プラスに、他にもいろいろあるわね。うへぇ、これ絶対また戦うことになるだろ。ただの中ボスにしてはパッシブスキル多い気がするぞ。パニックタイプは邸宅の小玉、バトラーは全員これね。マッチ威力が下がる代わりにダメージが上がる効果があるわね。もっと脆弱とかついてもいいんだけどな。ただマッチ威力が下がるのは嬉しいかも。一方攻撃だけ気をつけないとね。とりあえず鎮戦最強の氷の足叩き込んでいきましょう。弾丸切れてるのに強いな。打撃耐性がないからこれだけでもすごいダメージ入るな。イサにやられてるやん。マッチに負けてボコボコに殴られてたわね。まあ相手はかなり壊滅状態になってるし問題はないだろ多分。さて、残り一人、このままいけそうだね。
なんかやけにマッチ強いな。気づけば相手の精神力45だからね。鏡ダンジョンやってる気分になるマッチの強さだな。
バトラーの方が強い。様子はおかしかったけどスキルとかは変わってなかったわね。
ガー家のバトラー。そういやエドガーって名前どこかで聞いた覚えあるんだよな。どこかで登場してた人物だっけか。ちなみにワザリングハイツのバトラーとは違うみたいね。防御レベル減少に束縛、あと脆弱もあるのか。囚人よりも足が速い時にバフをもらえるスキルも持ってるわね。パニック回復は共通、あとこちらの体力が減ってたらスキル威力プラス1。パニックタイプは生理強迫、精神力が下がったり脆弱を得たりする代わりにクイックを得る効果ね。とことん囚人よりも速度を速くしたいって感じだな。マッチを切り替えにくくなるから厄介そう。それと一人だけ体力の多いバトラーがいるわね。今スキル4つあったな。4つ目のスキルは整理整頓、囚人よりも早ければマッチ威力プラス3。女の腕前みたいなことしてきやがって、しかもこっちの体力が 50% 未満ならさらにスキル威力プラス1。他のバトラーと違って囚人の体力が 50% 未満ならダメージ量プラス 30% もあるわね。パニックタイプは一緒。とにかく削られないようにしないとな。体力が 50% を切るとヤバそう。なかなか強いな。物理耐性が普通なだけあって混乱まで削れなかったわね。しかしマッチは有利だからね。このまま攻めていこう。一人倒せて残りの4人はあと少しで混乱状態に。やっぱ精神力が回復しないってだけで戦いやすいな。最初さえ勝てれば表の出る確率はこちらが有利だものね。さあまず一人目混乱と。ちょっと強いバトラーも混乱したわね。よし、これで全員混乱だな。あとは一方攻撃をするだけ。さあ1ウェーブ目はこれで終わりだね。さあ次は今度は男性のバトラーたち。また強いバトラーがいるのか。スキルは一緒かな。違うわね、こっちは失血が多めかしら。失血か、これまた厄介な。なんか対象の体力が 100% だとダメージ量 30% 増加とかあるわね。うへぇ、先にこいつらに体力削られてからさっきの女性のバトラーと戦う流れだったら危なかったな。というわけで強いバトラー。スキル4つあるのはいいんだけどさ、なんか足早くね。5から6って、こっちほぼ勝てなくない。まあ一応海海さんとバトラーウーキスは最大7だから。最大1で速度勝てるの2人ってこと。なんならカサヒースは最大5なんで絶対勝てません。うわお、このスキル対象より速度が3速いと4コイン2回使ってくるのか。基本的にこちらが最低の速度3、こいつが最高の速度6じゃないと発動しないけど。彼ら束縛付与持ってるのよね。あとこの箱需要ってのはマッチに絶対勝たないとヤバい。失血と火傷銃は体力すごい減りそう。こいつ空間切断全部避けやがった。あ、やべ、そういやカサヒースって精神力勝手に下がるんだった。こういうコイン加算がマイナス系の人格は EG を外しておかないと。いやー、ウサギヒースの時のままだったね。もしかして、やばいか。
よし、対象はバトラー。これなら全然 OK です。あ。しかもちゃんと打撃耐性が脆弱な海海さんが狙われると。一応体力はほぼ満タンだったが、耐えるかな。消し飛んだわね。いさーん。後でとりあえずヒースのイージーオーは外しておくか。あ、なんか普通にイシュメールもやられたんだが。これ速度勝ててないから自動式でマッチできずに一方攻撃になってるわね。あとはヒースが適当に攻撃してたからこっちのマッチできる数が少なかったってのもあるけど。とりあえずなんとか4対4、人数不利になったらさすがにまずい。相手は二人混乱、残り一人もパニック状態ね。ふう、なんとかなったか。イージーを使って確実にこのターンに勝ちに行きます。
Thank you.
というわけで今回はここで終わりか。今のところ一番気になるのはキャシーに会いに来た人物とかかしら。次のストーリーが楽しみだね。というわけで今回はこの辺で。また別の動画で会いましょう。バイバイ。